はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。ということで本日はですね、年の始まりから MRI を受けていきたいと思います。それでは早速行っちゃいましょう。というわけでですね、別にどこか体の不調があるとかではないんですけども、プロのボクシングのテストを受けるときに30歳以上の人は MRI を受けなくちゃいけないらしくて、それでちょっとね MRI お高いんですけれども受けてまいります。それでは早速向かっていきます。それでは病院の方向かっていきたいと思います。ということでね、病院とは関係ないですけれども早稲田大学が見えてきました。はい、ということでね、あと5分ぐらいで着くんですけれども、いやなんかねやっぱり、病院っていい気持ちはしないですよね。しかも結構2万ちょいするんで、はい、MRI、まあなんかねこれを機に別に健康ですよっていうのが分かるっていうのも結構いいことだと思うので、 MRI 受ける機会も逆になかったんで、まあ良かったかなと思います。もういい年齢にもなってきましたので MRI 受けていきたいと思います。はい、ということで無事 MRI 受けてきました。なんか機械に15分ぐらい入れられて、ちょっと寝てるだけだったんですけど、耳栓をしてなんかうるさい感じだったんですけど、まあ少しね軽いお昼寝ができた感じで良かったです。ということで結果はねまだちょっと先になるみたいなんですけども、とりあえず他の健康診断も受けに行かなくちゃいけないので MRI はここで終了ということでね、本日の動画は以上とさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ結果は分からなかったんですけど、まあ、多分大丈夫かなと思います。それでは皆さん最後までご視聴ありがとうございます。またお会いいたしましょう。